ウマル・アルテガリブは、ソマリアの政治家。ソマリ民主共和国の首相を務めた。ウマルは1930年に、イギリス領ソマリランドで生まれた。ソマリ族のイサック氏族のハバル・アワル氏族出身。ハルゲイサで、中東教育までを受け、シェイクの高校を卒業した。1940年代後半から、ラス・アノド、ベルベラ、ハルゲイサなどで教鞭を取り、シェイクの副校長を務めた。 1956年にイギリスに渡り、ブリストル大学で学んだ。1958年に帰国。帰国後、ガビレーの寄宿生中学校の初代校長となった。その後、ソマリアは1960年に独立する。ウマルは1962年までモスクワのソマリア大使館に勤めた。1964年には国連ソマリア代表団の参事官を務め。 1965年には中エチオピア大使に任命された。1968年にソマリアに帰国し、1969年にソマリ青年同盟の党員としてソマリア国民議会の議員に選ばれた。ところが、その選挙結果は一部の国民には不満となり、1969年10月15日にソマリア大統領が暗殺され、21日に 陸軍少将だったモハメドシアド・バーレがクーデターで大統領となる。1969年にウマルは外務大臣となった。1972年1月にはソマリアが国際連合安全保障理事会で1ヶ月交代の議長国となったため議長を務めている。また、1972年のウガンダ・タンザニア戦争では主導的な仲介役を務めた。 1974年にはアラブ連盟加盟を果たした。1976年に外務大臣を辞任し、1976年から1978年まで文化教育大臣となった。ソマリアのバーレ大統領は1977年7月にエチオピアのソマリジン居住地区の併合を目的としてオガデン戦争を開始した。当初はソマリア軍有利に進んだが、 やがて、エチオピア軍が反撃して、ソマリア軍は劣勢となった。1982年にウマルは人民議会の議長となった。ところが1982年7月、バーレ大統領は反政府勢力に組みしているとの理由で、あるいはバーレのオガがン政策を批判したとして、ウマルら7人を逮捕した。そのまま7年間を刑務所で過ごし、 1989年に反逆罪で起訴され死刑判決を受けた。しかし、外国政府の圧力により自宅軟禁に減刑された。その後、治療のためサウジアラビアの病院に入院した。1990年、反政府勢力の統一ソマリ会議が首都モガリシュに進行し、政府軍と激しい戦闘となった。バーレ大統領はこれまで自分と同じ氏族出身の 物を徴用していたが、国民の怪獣作として、イサック氏族のムハンマド・ハードレ・マダーを首相に抜擢した。ムハンマドでは事態を解決できなかったため、バーレは1991年1月24日、ムハンマドを解任して、サウジアラビアにいるマルを首相に任命した。ところが間もなく統一ソマリ会議が、バーレ大統領を首都から追放したため、 結局、ウマルが、ソマリアで首相の実務を取ることはなかった。統一ソマリ会議の議長代理だったアリ・マフディ、ムハンマドは、自身の大統領就任を宣言し、ウマルをそのまま首相に追認した。しかし、ウマルはソマリアには戻らず、ケニアのナイロビから大臣3人を招集してそのまま、リアドで執務を取った。アリ・マフディ大統領とウマル首相は、1991年6月に、 ジブチで開催された会議で一部の国や団体からソマリア暫定政府の首脳として認められたが混乱が続いたため結局は実情を伴わなかった。1992年12月にウマルはリアドにて数千人の米軍などがソマリア上陸の準備をしていると発表している。ウマルは暫定首相を1993年5月まで務めた。1993年 ウマルはソマリーランドの大統領選に出馬したが、この時はイブラヒム・エガルが当選した。2002年8月、ウマルはサウジアラビアからソマリーランドの自宅に戻った。そして、再びソマリーランド大統領選への出馬を表明した。その時はサウジアラビアの国王にあてて、ソマリーランドからサウジアラビアへの家畜輸出禁止を解除するよう要請したことを明らかにしている。 しかしこの時も落選し、ダヒルリア・アレカヒーンが大統領になった。2011年11月、ウマルはサウジアラビアの首都リアドの自宅にて、息子アリの友人と面談しており、その時は病気であったにもかかわらず、服を着替えて、客まで応対した旨が報告されている。2017年11月27日、ソマリア副首相のマフリモハメド・グライドが、 ウマルに会うためリアドの自宅を訪れた胸を自身のフェイスブックページで述べている。2018年10月23日、ウマルは再びソマリーランドのハルゲーサに戻った。10月26日にはソマリーランド大統領のムセビヒアブデがウマルを訪ねている。2020年10月、息子のモハメドはハルゲーサに住む病気の父に会うため、ソマリーランドの入国許可を得るために、 ソマリア連邦議員を辞任した上で入国を試みた。モハメドは、ソマリアの副首相まで務めた要人であるが、ウマルが重要人物であることなどを考慮し、アブディ大統領もこれを容認したとされる。同年11月18日に、同地の病院で死去。満90歳没。ありがとうございます。